はい、はい、田中90です。今回はね、なんかフォートナイトにワンタイムイベントがなんか来たらしいんで、今はみんなと一緒に見てます。はい、これ何、これ何、これ何すか、え、何これ、これもしかしてあれ、デバッグルーム、すげえデバッグルーム公表されてる。ワンタイムイベントでデバッグルーム見させてくれるのか、神かな。ナビじゃねえか、お前。なんか見たぞ。あれ、見たことあるじゃねえか。いや、俺についてきてる。やばい、どれだ？あ、俺専用のナビじゃん。どうした？どうした？え、すげえな、でもこれ。なになになに、何が起きた？え？え？え、これ普通にやんの？え、これ普通にやんの？え？これ普通にあるんすか？あ、ゾンちゃんいなくない？え、これ普通に殺し始まんのかよ。これ普通に殺し始まってね、殺し始まってね、普通に。え？え？うわー、じゃあ俺相当運良くない？これすげえ、ワンタイムイベントでなんか新しい島が来てる。すげえこれ、わー、すごいね。でもこれ優勝狙いてえな。あー、やっぱゾンビ消えたわ。多分あのなんか謎の蝶々が多分ね、ゾンビども全部殺したんだろうな。すげえな、あの1分の間でゾンビぶち殺し回ったが、なかなか物騒な蝶々だったな、見た目に比べて。なんかバグってるけど、なんかバグってるけど、なんかバグってますよ、サバ。なんか重いっす、やけに。これさ、あれ出ないっす、あのクリティカルポイントみたいな出ないっす。いや、でもあれだな、ほんとに。フォートナイトこうやってワンタイムイベント、なんかめっちゃやってくれるの優しいな。やっぱいい運営だな、いい運営。神運営だな、やっぱ。神ゲーである。残り31人か。あれ？なんか、あれ？バグってね、俺のキーバインド違うぞ、本当のと。キーバインド変わってんだよ、勝手に。え？階段が、ん？じゃあバグってるね、やっぱ。え？ワンタイムイベント後のね、バグ見つけちゃいました。皆さん注目してください。階段 F ですよね。なぜかこの画面上だとね、F でね、階段作れないっていうね、謎のバグができてます。はい。その代わり壁と変わってんな。壁と階段が入れ替わるってね、未曾有のバグに遭遇しております。はい。できる、治った。え、強制的に戻されるんだが、なんだこれ、やばい、このバグ、このバグやばいんだけど、階段とか逆にな、バグやべえんだけど、マジで。ええやばい、これガチでやばい。階段が F で、壁がマウスの親指ボタン、逆。治ってない。え、これやばくね？みんな建築してんの、俺だけ建築できない、ずるくね？え？絶対これが階段なんだけど。やばくね？これ、絶対、なんか修正力働いてね、絶対これになる。あ、やばいやばいやばい、このバグやばい、このバグやばい。絶対修正される、そうなるように。これ無理だろ、これ建築せんと、貸すの。なんかリスナー情報でサバが落ちてるらしいんですけど、なんとね、私はね、サバが落ちててもゲームができるっていうね、特殊能力あるわけで、全然できてますね。すごくないですか、皆さん。私ぐらいフォートナイトをね、愛してると、これができるようになるんですよね。裏技で。ちなみに私はね、今のところね、建築をね、真逆にされてるんで、建築戦闘した場合、大体負けます。なんで、建築勝負は今回しないで、イモることにします。もう残り10人だね。タワー落ち優勝だな。これ優勝したら面白くね。残り9人だぞ。すげえ。これ生きてるだけで優勝できそう。これ生きること重要じゃね？やっぱ建築ここ難しいんだけど。建築は難しい。これ建築が逆になってる。すげえ。これやべえ。すべての建築が逆になる。床とピラミッドが逆になり、壁と階段が逆になる。
設定で変えればっていうね、そのコメントが来ることを予測してっていうかもう来てるんだけど、設定で変えても世界の修正力によって戻ります。はい、すごいでしょ。設定だとそもそもあれなんだよね、逆なんだよ、もともと。つまり正しい設定でできてるってことね。これが世界に、世界と抗う、世界と戦うというのはそういうこと。俺は戦うかな。ってことはだよ、逆に考えろ。多分ね、敵も、あれなんだよ、逆になってるんだよね、おそらくね。冷静に考えれば。ってことは多分建築お互いしょぼい。ってことはグラップラが強いぞ、今。相当。裏をかけ、田中球児。自分だけはこうなってるわけがない。そしたらエピックに嫌われてる、運営に嫌われてるってことだからな。これ勝てたら奇跡だろ、マジで。割り当てできるってことは入れ替わりを戻せる説。これね、多分言われると思うんだけど、コメントでも言われてんだけど、その割り当て、その変えればいいんじゃないっていう。さっきね、割り当て変えまくったんですけど、できませんでした。世界の修正力にね、阻まれました。そもそもが合ってるんだよな。いくよ、マウスの親指。うん、やっぱ無理だ。ほら、ね、世界に修正されるんだよ、これ。やっぱ。うん、絶対世界に修正されてんね。世界に修正されてるから無理だ。これ逆にしてみるの、手か。これにしてさ、これは？やばい！これ来たんじゃない？これ逆にすることによって、逆手に取った世界よ、これ。これ逆手に取れる。これ世界を逆手にできる。来た！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 世界を騙した！世界を騙した、これ。理解したぞ、フォートナイト。これは勝てるんでは。しかも、見て。ルーキーレイクが最終範囲。これはやばい。胸圧じゃない？これは胸圧。おー、しかもなんか全然いないし、敵。敵はどこだ？いるな、なんか。でも俺ね、俺装備しょぼいんですよ、これ。え、これ、スクワットだ。あ、スクワットか。これ、スクワットか、そもそもが。スクワットだよね、これ、そもそも。ってことか、これ、あれじゃん、俺、ソロスクじゃん。これ、ソロスクじゃん、俺よく見てる、よく考えたら。やばくね？これ、さりげなくやばくね、これ。相手みんな、仲間いるんでしょ？俺、いないんだけど。え、これ、どうすんの、これ。え、勝ち筋、希望。え、こんなクソ装備でどうやって勝つっていうの、これ。これ、やべえな。30。これ、上行くか。このさ、木がちょうどうまく隠れてるおかげでさ、多分バレやしないと思うんだよね。ありがてえ。あのね、壁のボタン逆にしちゃった俺。待って、これ変えられるかな、変えられるかな。これリスク高いけどね、変えないと負けるよ。よし、これで OK。 もう今回トラップは捨てる。今回トラップ捨てた俺。トラップキラーなし、仕方ない。トラップキラー俺捨てたから。トラップキラー捨てた。戦い始まるな。まず一人チーム、あそこ。ワンパーあそこだな。で、ツーパーあそこだな。これ玉っていいな、イモロ。今のうちさ、キーバインドさ、ダウンさせた、来た。来たんじゃね？これ来たんじゃね？来たんじゃね？来たんじゃね、これ来たんじゃね、来たんじゃね、来たんじゃね、来たんじゃね。世界を欺いて勝ってやったぞ。これが漁夫だ。わかるか、いもった者が勝つ。それは変わらない。ゾンビがいようがいまいがな。いもった田中球児がソロスク優勝だ。いやー、ワンタイムイベントね、面白かったっすね。その後の、なんだろう、残った後のね、タバ落ちイベントも面白かったな。うん。
皆さんもぜひね、ワンタイムイベント体験してみてください。はい、あ、もうできねえか。今回こんな感じで終わりたいと思います。お疲れ様でした。おつー。La la 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 la.